前のが入ってればよかったんですけど。はい、やっぱさっきのムービーが無理したかもしれないね。ああ、なるほどですね。長さんってよかった。もう今オンエアで入ってますからですね。はい。今現在、アキンドパート2でございます、はい。大変失礼いたしました。ちょっと途切れております、ね。ちょっと今映像を落として今流しております。やっぱクイックタイムちょっと怖いですね。そうですね。まあ、今回は画像のクオリティも上げて、うん、はい、まあ、実験しましたんで、これが成功して入っておればありがたいと、はい、入ってなかったら誠に申し訳なくもう一回やり直しと。その時は皆さん配信落ちましたって、あれちょっと落ちました、ちょっと切れましてすいません。もう今はもう楽だと思いますけど、今日はいいものを出そうと思ってね、あげたんですけど、クイックタイムで知りましたかね。その時は今度のイベントと9日終わってもう一回やりましょうかね、それね。そうですね、はい、本当に写真撮りまた知っていきますよ今度は。あ、分かりましたね、見やすいようにね。まあ、はい、本当にこういう非常に個性的な時計ですとか、はい、変態時計。じゃあもう一回見せましょう。変態時計パート1。もう一回。はい、はい、見せます。はい、ちょっと光ってます、ちょっと光ってます。はい、 OK です、 OK です、 OK ですか。はい、皆さんしっかりと目に焼き付けていただいて、はい、変態時計、はい、この名前は何て言いますか。カルロ・フェラーラ。カルロ・フェラーラ、これ70万円ぐらいだったんですかね。はい、60万ですね、うん、はい、こういう針の動きをする、はいはい、今日の総集編です、ダイジェスト版。はい、はい、次はどうでしょう。はい、次は、まあ、ちょっと全部のモデルはちょっと無理ですけど、はい、一部の写真、はいはい、こちらヤマスティビーという世界で唯一のゴルフのカウンター機能がついた時計ということですね、はい、イギリスの有名なね、一体自分は何だゴルフを打ったのか、はい、はい、が見れる。なるほど、これいくらだったっけ。80万だったっけ。こちらで、はい、約89万、これは90万近くしますね。はい、はい、ブラックコーティングがされているのでちょっとお値段が高くなりますけれども。はい、分かりました。でカーベルトとラバーと、え、バージョンがいろいろありますので、ケニー・ケニーさんは初めて、え、すごい動きで、さっきの初めて見たんですね。ご覧いただいてなかったですね。後から来られたんですよね、はい、ということは計算順もまだ見られてない。あ、全然見られてないですね、ないですよね、はいはい、こういうドーンというケニーさん好きみたいね。計算順50ミリ以上ありそうな、世界一でかいんじゃないですか、もしかしたら。ある意味時計が3つ、一つの時に3つありますからね、ムーブメントがね、ムーブメントが3つついた、うん、はい、日本人だったらこれがその3分の1で作れるという。ちなみにこのがっつりのがいいですね、がっつりしてるのがね、はい、先ほどの並べるなよって怒られそう。右側が80万、左側が10万で、お値段は8分の1で、大きさは3倍ぐらいあるというですね。まあこんな、見せ方としては本当申し訳ございません。右側が不忍の池で、左側が琵琶湖みたいな感じですね。あ、見てらっしゃる中では結構いらっしゃったんだ。ですね。結構もうがっつりな、うん、はい、時計ですし。がっつりですねって。がっつりです。はい、と。これが、チェロキーさんがんんっていう感じでね、はい、欲しがってるサスペンション付きですね。非常にウェルダー、これちょっとやっぱりこの新作、これはですね、近本さん見なくてよかった、見ない方がよかったかもしれない。かなりこれ私興味が、いや僕も興味ない、全然興味ないと言いながら目はキラ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 光ってるんですけど、これはやっぱりいいね、かっこいいですね、これ潜水ですね、はい、うん、でこのようなサスペンション付き、スポーツカーを運転する人には耐えられないっていうね、はい、この黄色だったらさ、はい、ポルシェのボクスターの黄色のオープンカブリオレ、いいですね、合いますよ、合いますね、合いますね、はい、もちろんプッシュボタンはフットペダル、フットペダル、リューズはハンドル、すごいね、これ本当にスポーツカーをこう意識してますね。本当にこれ車を本当にとことん意識した時だと思いますけれども、近本さんの、はい、まあ、車は白なんでちょっと合わないかな。
次何かありますかね。チェルキさん反応いただいてありがとうございます。あ、K27 早いね。K27 でなく K28 だ。あ、K28 だ。あのチェルキさん K28 だって。28でございます。8だって、はい、カーボンの輝きが非常に高い、うん、はい、ですね。時でございます。お、またウェルダーが来たかな。こちらが K31。K31 ですね。はい、型番31。これはなんかシックだよね。はい、シックです。シックで落ち着いてますね。ちょっと光ってますね。はい、そこでいいです、はい、おー、これはシックにまとまってますね。しかしこの3本角が入ってますね、やっぱりね。がっつりと。それ金色じゃないかな、もしかして。黄色です。あ、かっこいいね、これも。で、がっちりこうカーボンの中にメーターをビス止めしてるんです。汗出してる、汗出してる。ニッパチでした、うん、はい。で、先ほどちょっと横からのお見せしてなかったんですけど、はい、サイドから見るとですね、このようなボタンの配置と色になっています、うん、使いやすいですよね。で、左右が金色になってるんですね、はい、ボタンのトップのところが黄色になっている。リューダーのでかいんじゃないですか、回すところも。かなり大きいですよ。だって、あのあれですよ、ネジ山が来ておりますよね。高さんの小指の爪とあんま変わんないぐらいでかいんじゃない。かなりでしょ、はい、かなり大きいです、うん、ほら、このような男性の小指の角とか、あ、角じゃなくて爪と変わらないぐらいですね。はい、でかいですよ、これ相当大きいですが、うん、はい、まあ、これ大きい大きいと言いながら、うん、何度も登場しますが、 K30 はこれだけでかい、はい、K30 との比較です、はい、うわー、でかいな、これは本当でかいなって感じで、うん、これテンデンスもちょっと負けそうにでかいですね、はい、うん、まあ、迫力は本当にすごいですね、うん、なんか水中カメラマンって言われますよね。ねえ、ボタン大きいって、ね、うん、でやはり鳥を飾るのは鳥、これです。世界で最高に変態で、なおかつ今日本に1本しかない700万円ですね。これに税金払ってください。針が動くのではなく数字が動いてる。今左側のですね、四角い左側の秒針じゃなくて秒数字ですね、秒数字、秒数字、秒番ですね、秒番、それが数字が動いてますね、はい、お、計算字を押しますな、うん、計算字を押してますね。近村さんに押してるのかな。私個人的には K の28かな。近村さんに、はい、ああ。チェルキーさんも28いいですよ。そう、はい、近村さんはですね、K30 はやっぱりごついのが好きですね。これで戦ってみたいな、何を戦うか分からんですけどね。大きさ戦いとか、今度あの時計の大きさ VS ってなんか面白いかもしれないね。大きさコンテストとか。こちらが700万円の時計でございます。700万ですね、日本に今1本しかないですね。非常に複雑なムーブメントがありますね。リスクがこうカチ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 と、そうですよね、昔の計算機みたいな感じだよね、カチ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 、 あれじゃないですか、はい、あの回したやつ、ガリガリ回す、あれのイメージから作ってるんじゃないかな。ただし全体的なデザインは非常に未来的な、うん、未来的なんですよ ね、 ですね、マシンっていう感じだよね、はい、ガンダムがつけても似合うような感じですね。で、この HD3 のホームページの方にはですね、うんうん、こちらのデザインスケッチ、もともとのデザインの元になったイラストが、うん、あのホームページの方に載っておりますので、うんうん、もしお時間がある方はですね、ちょっとチェックいただくと非常に楽しい、ね、はい、うん、ものが載っていると思います、うん、はい、でよりちょっと今日あの表面フィルムが貼ってありますので、はい、はっきりとちょっと映らない部分がありますけれども、はい、そちらのホームページの方にははっきりとした消費税で破産しそうなんですけど。それもいい発想です、なかなか。消費税で35万ですからね。そうなのよ、だから車買う時も消費税でやっぱ30万50万いきますからね。そうですよね、うん、消費税もちょっと安くしましょうって言ったらね、今はちょっと逆行した話になりますからね、消費税上げましょう。その代わり他の税金は全部やめましょう。そうですね、消費税だけにすればいいんですよ。消費税 20% とかね、まあ、よくあの消費税安い安いと言われるんですが、うん、世界的に見たら消費税だけを取ると安いかもしれないんですが、うん、生涯の 税負担というのを考えると日本はかなり税金遅れてるんですよ、相当払ってます、うん、そうなんですよ、
本当に払ってるところだと思いますので、うんうん、私なんかもう本当切実なところでは、うん、子供の保育園、うん、はいはい、空いてないんですよ。空いてない、はい、自営業ということで、うん、時間自由になるでしょうと、もうそこで門前払いです。そういうのは往復便たもんですね。そういうこと言うとね、もう本当に自分の身になって考えてくれと、ね、いや商売人というのは本当に休みなく、そうですよ、近村さんまで株式会社作ってるけどねこれはもう本当大変ですよ、本当に。隣に住んでる親父でさえも2ヶ月会ってませんからね。あ、もうそれぐらいやっぱりこう時間がね、まあ、やっぱり必要なところにはしっかりと税金投入していただきたいなというようなところなんですが、うん、そうそう、はい、まあ、本当にこういう今日はちょっと展示会前だからですね、はい、うん、土日月の3日間、はい、私どもでも年に1回のイベント、うん、展示会というものがありますので、うんうん、その向けての商品が今続々集まっている中、ちょっとレアな時計を、まあすごかったですね、今日は非常に個性的な時計を、もう近村さんできたんじゃないかと、鳥肌が立った、鳥肌が、よくワールドウォッチフェアなんてありますけれども、うん、そんじょそこらのワールドウォッチフェア、そんじょそこらの百貨店でやるようなフェアよりは非常に個性的なものが集めることができたんじゃないかと思ってますけれども、はい、まあこういうものがたくさん集まるフェア、もしお時間と合う方はですね、熊本お越しいただければ実際に実物を堪能して、ご覧いただくことができますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。今日はだいぶ長くなりましたけど、はい、先ほどのが録画されているようにお願いしたいんですがそうですね、もし万が一の時ね、また紹介する、はい、よろしくお願い申し上げます、はい、よろしくお願いします、はい、私がいらんことしてしまいましたですねちょっとテンデンスを見せたくてたまらなかったからね、またよろしく、はい、はい、それでは皆さん、はい、長時間今日は本当にお付き合いいただきましたありがとうございました。わざわざ土日月の3日間展示会、はい、ソフィー高柳ですね、はい、熊本市下通アーケード2番街ソフィー高柳、はい、3日間の118年のですねアニバーサリーがあります。おちなみに時計だけではなく宝石の方もたくさん置いてありますので、いやもうそのまま置かれてもうバッチリ映ります、はい、おお、これもなんか面白い入れ物ですね。そうですね、パタパタと超なんかパタパタパタっと、これですねこのケース面白いんですよ、うん、全部当たらないようになってるんだよね。パタパタと畳んで当たらないんですよ。当たらないんだよね、綺麗、はい、だねだけど、はい、いろんな色がありますけど、うん、こういった宝石とかもたくさんありますけど、近村さん6日の方に、はい、はい、かなり足を運ばさせていただきます。相当目玉品も出ておりますので、はい、はい、楽しんでいただけるバトルになると思います。はい、はい、じゃあそれでは、はい、また See you next week ですね、はい、本当は毎週してもらいたいんですけどね、まあ、仕事忙しいからねじゃあまたよろしくお願いします。今日は皆さんありがとうございました。はい、失礼します、はい、ありがとうございました。